スマートルームミラーの液晶画面スマート、ルームミラーモードをアラウンドビューモニタースマート、ルームミラーとは、車のルームミラーに液晶ディスプレイを搭載し、車体後部に内蔵した高解像度カメラで映像や情報を映し出すようにしたカメラモニタリングシステム。スマートバックミラーと呼ばれることもある。スマートルームミラーは、 車体後部、リアウィンドウ内側に設置された広角レンズカメラと、ルームミラーに内蔵した液晶ディスプレイで構成される。従来のルームミラーは、後席の同乗者や積載物等で、広報視界を妨げられたり、夜間、雨天時等の広報視野を確保すことが容易ではなかった。スマートルームミラーの登場で、鮮明で広い広報視野を確保し、車両広報や、 周辺の状況が把握できるようになった。液晶ディスプレイと通常のミラーとの切り替えが可能な製品、ドライブレコーダーと一体となった製品もある。1956年、最初のバックアップカメラはコンセプトカーで使用された。バックミラーの代わりにリアマウントテレビカメラのシステムでダッシュボードに内蔵されたテレビ画面に画像を送信した。1991年、 バックアップカメラを搭載した最初の量産車はトヨタ自動車のソアラ。近年トラックバスなど交代時の車両広報確認の安全装備として製品化されているが映像はモニター搭載型カーオーディオやカーナビの液晶画面に映し出す方法であった。2014年世界で初めてルームミラーに液晶ディスプレイを切り替え式で搭載したスマートルームミラーを 日産自動車が開発した54順、ありがとうございます。